2005年は僕の新たな新世代の幕開けかと思いましたよ。だって僕高1だったんだもん。高校1年生に入ったんだもん。中学卒業して高校デビューできるかなと思ったけど大失敗でしたね。うん、僕なんかね、あの時ね、僕もねちょっとね、友達作りがしたくて、入学した時からもういろんな友達に話しかけて嫌われましたね。はい。それからなんかねちょっとね浮いちゃったんですね。はい。でもね、僕もテニス部入ってましたから、山の中山林の林間学校みたいなところ、林間みたいなところタクシーでね4人で乗ってこうね、森の中でテニスしたことありますよ。で他の他校の生徒もいっぱい来てね、そろそろ。それで自販機で買ったね、途中でねみんなで歩いてラケット持って、ラケット背中にこうゾロの剣みたいにつけてねこう歩いて、途中で買うね、うまいんだよね飲み物がね、コーラとかね。部活中はね水分補給しなくちゃだったから、で休憩の時に友達たちとこうラケット持ちながらこうね素振りしたり話したり、でまあ面白かったですよね。うん。であの時は僕も結構ね、なんか何でもありなタイプでしたから、まだ、2005年でもね、バイトもやってたし、である意味ね、なんかまあ今まあまあ青春だったんかなと思いますね。でそれで最後タクシーで帰ってきたんだけど、4人で乗ったんだけど割り勘がごちゃごちゃになっちゃって、なんかね一人だけやっぱり最後ねちょっと多めに払っちゃったんで駅で降ろしてもらうはずだったんだけど、なんか間が合わなくて、いやーでも1年やって辞めたからね。ソフトテニス部ってんで軟式なんですよ、柔らかいボール。僕当たって痛いの嫌なんですよ、野球とかね。で俺野球部入らなかったの、入りたかったけど、だってボール当たるの怖いんだもん。キャッチャーなんかよくできるよねあれね。すごいと思う。僕なんか逃げるからね。逃げるよ。俺スローボールでも逃げるもん。じゃあダメじゃんってなりますけど、だけどね残念なことに、残念なことじゃねえよ、あの時は女の子に飢えてたからな。マネージャーなんか入ってたらな嬉しかったけど、マネージャー一人もいないんだもんね。えやっぱ可愛い女の子ってほら入学した時みんな男子はこうね目つけるじゃないですか。あの子可愛いよなとかね。そう、男子校でしか廊下を女の子歩くたんびにみんながねこうドアを開けて見てましたから、特にねああいう柔道部とかラグビー部はねすごかったです。こっちが引くぐらいねこうすごかったですかね。でも楽しかったな高校。最高でしたよ。学生生活って日本の独特な雰囲気って日本でしか出せないですよね。俺いつも不思議に思う。で2005年にオナキン合宿っていうのもあったんです。皆さんご存知ですかね。この合宿でね、言っちゃっていいのかなこれ、とんでもない事件が、ね、起こったんですよ。それうるさい、うるさいよ。でこのオナキン合宿でねとんでもないことが起きちゃったんです。はい。まず合宿っていうのはたまっていったんですよ。で試験官が一人ね先生役でついていったんですね。で森みたいな、なんか森の真ん中に小屋みたいなところでやったんですけど、もう自給自足ですよ。だから黄金ですといえば1ヶ月1万円生活みたいな、僕で言えばガストでどれだけ1万円使って食べれるかって、チーズインハンバーグとかそういう似た企画でした。はい。だから決まってました、所持金は。みんな合宿行くときはじゃあみんなリュックに、じゃあ1万円じゃなくて5000円まで入れてきなさいって厳しかったんですね。みんなもう林間入った時にもうチェックされて、よしお前 OK、 お前ちょっと
へそくりしてるなとかね。そう、でそれでみんなで小屋に入ってリュックを置いて、こう真ん中に薪み焚きを焚くやつがあって、でお風呂は自分でふかして焚く。で食べ物、これは買っちゃダメなんですよ。そこら辺の木の実とか、うん、あとは近くに川があったんで、そこで鮎とか、綺麗な川だったんで鮎とか取ってね、こう焼いて食べるみたいな、うん、で唯一あのね、あので唯一あの先生がね、一人試験科の人が 火をね起こしてくれるっていうのは条件付きでね、うん、でね、あのすごいクソ野郎のやつがいて、鮎を取ってくるのはいいじゃないですか、バケツで取ってきたんですけど、で一人のやつが、よし鮎をこれ焼こうぜっつって、おいいな鮎焼こうぜっつって、あじゃあ鮎をこの網の上に置くからなっつって、先生火つけてくださいっつって、よし分かった火をつけるなっつって火をつけたんですよ。したら火力がほら薪がまだ組めてないから、火は徐々につくからっていうの言ってあったんですよ。でそんな慌てるなって、うん、みんなお腹空いてるけどね、もう夜ご飯がいても8時か9時ぐらいでしたから、朝が何にも食べてなくて、でみんな滝の周りでこうよだれを垂らしながら待ってて、うん、で先生がおいお前らって、はいっつって、いいかお前ら、加賀先生みたいな、加賀先生にね目元は似てた、ただマスクはしてない、口元はあのちょっとあの顎がしゃくれてる人の先生、あの試験官だったんですけど、ナルトに出てくる中二試験みたいな先生っぽかったですね。はい、でいいか、この火力はお前ら絶対に待ってるな、これもオナキンの勉強の一つなんだからって言って、ああそうでしたねって言って、先生とかこう引いてね、ちょっとね、うん、お前らはここから学ばなくちゃいけないんだって、ここから我慢なんだって、ここから我慢なんだぞって言って、でみんな我慢してたんですね、うん、30分ぐらいでもまだまだ火がね焚かない、うん、で自分たちは使えない、うん、で先生に黙って、あそこにさ危険ってやつ書いてあるポリタンクが置いてあったよつって、どこどこつって、裏裏つって、で小屋の裏にガソリンが入ったポリタンクがあったんですよ。うん、アホだから、それを一人の生徒がで手伝ってもらって二人でこう持ってきたんですよ。で周りのやつはやめとけやめとけって言ったんですけど、それをアユが早く焼きたいがために滝のところにガソリンをぶんまいちゃってもうすごい炎がブワーってもう火炎地獄みたいになってで一人が火傷したんですよ。あの服に火が燃え移って、で小屋の一部がちょっと屋根のちょっと端のとこが燃えちゃって、で先生はその時川にこうなんか水を汲みに行ってて、そうですんごい炎が上がってね、先生もおかしいなと思ったんじゃないですか、川のとこから見て、なんかあのどす黒い煙が上がってるから、で走って急いでその生徒たちのとこにいる鮎を焼いてるとこに行ったら一人が倒れててでなぜか一人しか倒れてなくて、みんななんかいなかったんですよ。で先生が探したら小屋の中に10人ぐらいこう正座をしてこう待ってて、お前らしたことは分かってるなっつって、先生が、あはい分かってますっつって、うん、お前ら今日から飯抜きっつってなって、それでうん、げんこつを一人一人一発ずつ、そうそれだけで済んだからよかったんですけど、うん、一人はもう帰らせられました。はい、タクシーで、まったくね、タクシー代だけで自分のお金を使っちゃったっていうね。でそのお金っていうのはこう合宿、一応合宿費用だったんですよね。うん、先生はそれ言わなくて、このお金何に使うんだろうって、買っちゃダメだし何も、そう結局は合宿代になっちゃうんだなって。でも火がもう上がっちゃってね、ガソリン撒いたから、で鮎はもう台無しですよ。だってガソリンを薪にかけるんだったらまだしも、鮎ごとかけちゃったから
アユもガソリン臭くなっちゃって食べれなくなっちゃった。でアユってね結構あの川で取れるんですけど、取れる時間帯があって、もうその時間帯逃すともう食べれないです。ヤマメとかもいたんですけど、なんか、うん、いや先生がなんか意味不明なこと言ってて、なんかヤマメは山の大地だから絶対取るんじゃないぞって言って、なんかすげえ意味不明で、でそれでねやっと食べれたのが、うん、いや先生飯抜きって言ったけど、一応5日目ぐらいからはちゃんとまた川で取って食べていいよってことになったんですよ。でそれでやっぱりでその合宿で何を学ぶかっていうと、精神力だからね、あとは、人を思いやる大切さ、あとはこう自然への感謝、あとは食への感謝、うん、あとはこう友情のこの気づきとか、あとはうん、あとはあれだよね、常識を学ぶってだけどね、やっぱ常識ができてないのが結構多くて、うん、そのガソリンをかけてしまった子はですね、うん、あのちょっとね、でもねえ、なんかある意味キャンプファイヤーみたいになってね、なんかみんな思い出で話してますけど、あの小屋も昔誰かが使ってたみたいで、まあ漁師さんがこうね、漁師っていうか釣り人がこうたまに宿泊したりしてたんですけど、うん、なぜか部屋の中にコンドームが落ちてたって言ってね、そうみんなで大騒ぎになりました。普通一人しか泊まんねえのにコンドーム使うかって話になって、いやいやそれがな、女性をこういうところに連れ込む男がいるんだよって言って、ね、友達となんか寝るときにみんな話したみたいですけど、そういうね陰気なやつがいるんだよと。まあね、まあ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 、でもあこの辺しとくか、うん。